取り込んだ画像を選択します。そしてツールバー右縦バーの上から2番目のボタンをタップして画面を反転します。続いて下の矢印のボタンをタップして減算を押します。一度見てみます。そうするとこのようにして下のイラストが見えるようになります。それでは位置的に設定をしますので、再度ツールバー右から2番目のボタンをレイヤーボタンをタップして今の文字を選択して、続いて文字を移動させますので、右縦バーの上から3番目のボタンをタップして先ほどのように画面に両指をつけて位置を設定を行います。設定を行った時にやや右上がりになってますので、右上のキャンセル横、左のオフをオンにして画面に両指をつけて回転しますと、回転します。広げると大きくなります。縮めると小さくなります。左右に上下左右にどちらでも動きますので、両指をつけたまま動かしてください。回転も同じような形で行ってください。終わりましたら完了ボタンを押してください。続いて少し右に寄りましたので、再度羊のイラストを選択してちょっと右の方を移動してみます。閉じて再度文字も移動させます。はい、完了をして見てみたいと思います。このようにしてイラストと文字を設定してみました。